これがまさに中央構造線といいまして、うん、つまり南から来た陸地と元々の陸地がガッチャンコした傷跡が今も残っていて、実際にここがですね、例えば崖が削れてその岩肌が見えるとこ行くと本当に色違う。あなたの心に火を灯す、東洋思想および神道研究家の赤光です。今回もゲストは世界史講師茂木真先生です。はい、よろしくお願いします。こんにちは、茂木です。はい、人事チャンネルですね、この1ヶ月で一番再生されている動画が、はい、ショート動画のですね、はい、日本の結界というですね、レイライン、レイラインね、ですよね。はい、島根の日の岬神社から、はい、千葉玉崎神社までを結ぶライン、はい、ここに神社がむっちゃあるって話をしたんですね。はいはいはい、そしたら、ね、すごいね、なんかコメントが荒れておりまして、うん、そんなもん神社ってむっちゃ数あんねんから当たり前だろとか、うん、好き勝手書かれてるわけなんですけど、うんうん、いやでもですね、いやありますよ、なんかあるんじゃないか。あります、あります。太陽の通り道だということですよね。うんうん、そこはでそれはほら、あの神社っていうのは基本的に太陽崇拝から始まってるから、うん、はい、特定の日の日の出の方向を拝むということは当然ですからね。うん、あり得ると思います。うん、でもう一つ、神社っていうのは太陽信仰と、もう一つはやっぱり特殊な磁場の上に建てられてるんじゃないのかということですね。磁場ね、うん、はい、うん、でですね、この磁場という意味で今回のキーワードなんですけども、はい、茂木先生のチャンネルでも一番最近再生されてるのが、はい、中央構造線と。中央構造線、はい、中央構造線ってそんな引きがあるキーワードだったんだっていうことを、はい、いや僕はあの動画はヒットしないと思ったんですよ。わかります、わかります。だってタイトルが中央構造線でしょ、と伊勢神宮ですからね。そしたら大ヒットしまして、中央構造線ファンがこれだけいたということを再発見しました。うん、そうですよね。はい、あんまね、僕のイメージ、漢字多いとなんかヒットしないっていうのを思ってるんですけど、ね、うんうん、ものすごい漢字してるんですけど、うん、すごい再生されてますね。だから普段その、僕はまあ歴史系の動画が多いんですけども、うん、そうじゃなくて、多分地理関係が好きな方がドーンときた感じがしますね。はい、あと都市伝説系の人たちも、うん、まあ、中央構造線っていうのがね、ちょっとレイラインとかちょっと引きがあるんですけど、うんうんうん、にしてもすごい再生されてる。 そもそもですよね、はい、地球じゃないですかやっぱりね。はい、で地球って磁力を帯びてる。ただその磁力に、はい、やっぱ磁石でもそうで、うん、強いとこ弱いとこありますよねっていう話で、うんうん、だから地球が全く動いてなかったら、うん、あの北極が N で南極が S で固定してるんですよね。はい、ところが動いてるんですよ実は、はい、あの地球の中身がマントルっていうところで、うん、ゆっくりゆっくり動いてるんで、そうそこにはあの磁場の乱れが生じるじゃないですか。うん、ね、多分あの現代人はほとんどもう感じなくなってる、うん、けれども今でも高圧線のそばに行ったらなんか頭痛がするとか、うん、あの携帯頭のそばに置くと具合悪いとか、うん、いますよね、過敏な人っていうのは。はい、ですから古代人はもっと過敏だったはずで、うん、例えばね、動物、はい、野生動物で長い距離を移動する動物、例えば渡り鳥とか、うん、お魚とかっていうのはなんで迷わないんですかと言うと、うん、多分磁場なんですよ。うん、視覚なわけないですもんね、だってね。そう、うん、これはですね、あのかなり最近は実験で分かってきて、例えばその人間を真っ暗な部屋に入れて、はい、で磁場を当てると脳の特定の部位が反応するってのは分かってます。うん、はい、だから僕らがもう今は失っちゃったけども、実はそういう能力を持っていて訓練すれば開くと、うんうん、だからこれが多分あの第六感とか、はい、チャクラが開くとか、うん、いいですか、うん、多分そこなんだと思うんですよ。はい、でも多分なんとなく気持ちいいとかなんとなく気持ち悪いって、うん、多分そこにつながる感覚なんでしょうね。そうそうそう、うん、だからなんかあそこの岩のそば行くと、うん、なんか嫌な感じがするとか、うん、それで、古代人がそこに縄張って近づくなとかね、したのかもしれないし、うんうん、特に日本列島っていうのはすごく動いてるところですから、ね、断層ってみんなその裂け目ですからね、そこは磁場が乱れてるわけですよね、必ず。そう、うん、まあ、プレートがですよね、こう地球っていうのは磁石であると同時にグーって動いていて、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートですね、はい、いろんなプレート この重なり目になっているのが日本列島だということですね。はい、でそのプレートの動くと同時に磁場も動いてるし、はい、火山も噴火するし地震も起こるっていうのが日本。 そして特にここってエネルギーの転換点になるというか、うん、エネルギーのるつぼなんだよっていうのが神社、聖地、火山などになっているということですね。でですね、地磁気、そもそもそういうものであるということですね。はい、人間は直感的に感じる力を持っている、うん、に加えて、うん、その
エネルギーラインといいましょうか、うんね、エネルギーの分かれ目の一つになっているのが中央構造線ということなんですけども、ちょっと説明ですよね、お願いします。はい、はい、まあ多分このチャンネルはですね、何千年とか何万年っていうお話はしてると思うんですけども、はい、1億年前1億年前はまだこれ、あのユーラシア大陸です、はい、の一部です、はい、日本は、うん、ここ日本です、はいはい、でこのちょっと南に島があったんですね、はいはい、この海底のプレートが岩盤が少しずつこう北に移動してくるんですね、うんうんうん、こっち方向に、はい、それでこのユーラシアの岸になんか擦りつけるようにグイッとガチャンとなってこうなりました、うん、これが日本列島の原型になります。ああ、なるほど、ようやく分かれたですね、はい、まだこの辺り一応湖ぐらいの感じですよね。そうですね、これがまさに中央構造線といいまして、うん、つまり南から来た陸地と元々の陸地がガッチャンコした傷跡が今も残っていて、はい、実際にここがですね、例えば崖が削れてその岩肌が見えるとこ行くと本当に色違う。あ、こっちの大地とこっちの大地がぶつかってるから、うん、こうめり込んでそうこうなってるからここが違うってことですね。でこのね、はい、赤いところは本当に赤いの、うん、これ内側なので内体と言ってますけども、内体でこっち側を外体と言ってます。ここ青い、青いっていうかグレーかな、はい、グレー、グレーの岩、長野県とか三重県ではそれが見れる場所があります。はい、なるほど。でそして、はい、今回伊勢神宮でそれを見たと。そうですね、で伊勢神宮はまさにこの辺ですけれども、まさにライン上にある、ライン上に伊勢神宮が作られましたと。あるで、そのまさにこの色が違うところを動画で捉えて配信されたっていうのが、はい、見たというやつだったんですね。構造線を確認したかったらですね、一番分かりやすいのは四国です、はい、で四国のここに吉野川があり、はい、まっすぐです。反対側紀伊半島に紀の川があります。ま、うん、っすぐです、はい、本当に鏡で映したように両側にこう川がこう流れてるというと、はい、その真ん中が淡路島です。はい、はい、なんか地名も似てるんですよね、この辺とこの辺でフラクタル関係になってるというか、そうです、共造関係になってるという、はい、面白いところですね、はい、ここは。でその後ですね、またあの大きな変動がありまして、うん、日本列島がユーラシアから離れていきます、はい、でその時に回転しながら跳ねた、はい、こうやってグイッと離れた結果、うん、はい、折れました、ボキンと折れちゃった、折れちゃった、2000万年前、はい、日本は折れました、バキン、はい、でここ海になったんですよ、うん、この割れ目がね。で海になったところにまた泥が溜まっていって、うん、でだんだん埋まっていって陸になっていったの、はい、こんな感じで、うん、だからここだけですね、ちょっとこうへこんでる、なんていうかな、断面図見ると、もともとの陸地がガクーンとへこんでいて、後から溜まった泥がここにあると、あ、こういうふうになっていて、はい、でこれをね、フォッサマグナっていうんですよ、はい、うん、でっかい溝って言うんですけども、ちょっとここにですね、あの糸魚川っていう線があります。あ、はいはいはい、糸魚川、糸魚川、ね、あの翡翠の産地、翡翠ですね。ですよね。そして伊勢神宮がここでしょ、うん、それから諏訪大社。はい、うん、あの諏訪大社ってやばいですよ、あそこ、あ、うん、あれこの構造線とフォサマグナがコラスするんですよ、諏訪湖ですね、諏訪湖が、うん、こうなっちゃったの、これ、うんうんうん、ここでしょ、でここが鹿島神宮と、はい、いうことで、はいはい、当然地磁気の乱れがありますよと、うん、いうことで、この長野県の稲田にはゼロ磁場というところがあって、はい、あの方位磁石持っていったらぐるんぐるん、うん、というところがあるそうです、うん、そういうところでは木が入るときにですよね、この地磁気の影響を受けて、普通ですよね、樹木ってこう樹皮がまっすぐ行くんですけども、うんうん、多分この地磁気がこう回転してるからとして、もう方向分からなくなっちゃった、そうそうそう、うん、樹木の樹皮がうねりを上げて、あ、面白い、スパイラル成長しているっていう、杉の木とかが、稲にもあるし、あとね伊勢にも一箇所あるって、うん、ね、滝原宮で、滝原宮を歩いてると大体ですよね、あの杉の木ビーッとまっすぐなんですけど、うん、ある一箇所のポイントが、うん、杉の木の樹皮がニューンってスパイラル回転成長してるんですね。で多分そこにゼロ磁場じゃないかと言われてるし、うんうんうん、あともう一個、うん、私たちの住んでる枚方市にも、はい、女将神社っていう神社があって、はい、女将神社ゼロ磁場だという噂はありますね、はい、そこの神社に行って磁石持っていくとぐるんぐるん回るっていう、じゃあ行きましょう、ね、行けたらなと、はい、思いますね、はい、
この中央構造線っていうのは、うん、まさにでもこれ阿蘇から始まりますからね。やっぱりね、阿蘇がですね、このあのまさにこの始まりとなって、うん、そこからぐーっとこの四国通ってるんですよね、うん、本当になんか重要なんですよね、日本の聖地を通ってる、うんうんうん、去年ですよね、お参りしたのが新津姫神社っていう神社があるんですけど、新津姫神社も僕はこう中央構造線上ですよね、はい、で大体やっぱりね、何の産地かっていうと二の産地、はい、水銀、水銀ですよね、はい、硫化水銀の産地になってるということで、はい、あのね、水銀の産地これと一致します感じで、うん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 、ですね、うん、でその水銀をやっぱりこのね使いながら病気を治したりとか、うん、もしくは何らかの儀式に使ってたっていうのが、うん、邪馬台国なんじゃないのかっていう、うん、にですよね、うん、まさにそれが聖なる鉱物として、うん、ね、弥生時代に遺体の保存に使ってました。そう、うん、だからですよね、やっぱりこの荷とまさにこの神社とかっていうものも、はい、だから昔ね、荷塗りの矢と言ったりだとか、うん、もしくは鳥居もですよね、うん、この荷炭と書いて荷が塗られていたっていうんですよね、はい、があったということで、まさにこの神社というところに関係しているということですね、うん、あとほら、あの漢方でこれ、そうなんですよ、薬として使っていたという炭薬と言いますね、ね、うん、多分健康に悪いと思うんですけど硫化水銀、うん、そうですね、で結構あの仙人になる薬って言って、仙人になる薬、あの山岳修行者が使っていたらしくて、はいはい、でそれを多分空海が学んできて、うん、日本でも探せって言って探し回ったから、その空海の足跡がこれとまた重なってくるという、ね、ですよね、ですね、うん、で空海の出身って四国なんで、うん、まさにまさにそうライン上にあるんですよね、そうそうそう、これね、徳島とかね、うん、香川県のあたりで、うん、佐伯一族っていうのも結構怪しいんですよね、佐伯真央さんでね、佐伯一族も修験道の家系で何か知ってたんじゃないのかっていうね、うんうん、中央構造線ってことでね、本当にまあそういった磁場エネルギー上に神社があるということでね、うん、やっぱでも何でしょう、現代人ですよね、まあ、さっきの動画で言ったんですけど、体で感じるんじゃなくて本当にこの頭で考えるっていうことばっかりやっぱ中心になっていて、うん、感じる心っていうのね、なんか失ってるんじゃないのかっていうね、もちろん頭で考えたこととかとかっていうことも大事っちゃ大事なんですけども、うんうん、それ以上に体で感じるっていうことが失われていってるというところが現代社会問題としてあると思ってます、うん、いや僕ね、それね、現代社会っていうかね、多分弥生からそうなったと思うそうですね、そう思います、あの縄文人の持ってたその鋭敏な感性ってものは弥生になって、うん、まあ、一種の計画経済になっていって、うん、急速に衰えたと思ってます。だからこそですよね、この縄文的な感性取り戻すためにもですね、うん、神社にお参りしましょうというのは、だから僕も羽賀さんも最近巨石巡りばっかりやってるのはやっぱりね、はい、何か引き寄せられるんですよ、あそこには。あの科学的には別に巨石ってとまだ証明されてないんですけどね、うん、全然、うん、別に磁石ではないですからね、巨石はね、うんうん、あくまでも大きい石っていう石なんですけど、うん、ただあそこに、あでもね、巨石の磁場を調べることができて、うん、本当だったらその周りの岩盤と同じ方向北向いてるでしょ、鋭極は、はいはい、ところが岐阜のね、金山巨石群ってなって、 あそこの巨石の磁場の方向性が周りの岩盤と違うんですよ。あ、そうなんですか。つまりずれてるの、まあ、ずれてれば当然磁場が乱れるじゃないですか、うんうんうん、プラスそれがなんか地震でずれたのか、あるいは人為的に石を動かしたのかわからない。へー、うん、でしかもあそこは天体観測やってた形跡があって、はいはい、うん、でこの岩のこのラインからあそこを見ると北極星とか、うん、夏至の日の出は地とかっていうのがあるので、それ偶然ですかって、うん、石動かしたいですかって、はいはい、古代人が、はい、なるほど、ということで、そうすると、うん、もしかしたらエジプト人がピラミッド作ってのことを縄文人がやってた可能性があるんですよ、うん、あの磁場っていうところもそうですし、もっと言うとその量子力学的なんですよね、そうそうそう、今現代科学で解明されてきてる何かが巨石っていうのはあると思いますね、うん、つまりはあそこに巨大な質量の何かボンと置くことによって、うん、量子的なもつれであったりだとか、うん、歪みというものをなんか生じるような装置のように、うん、あの感じてます、うん、だからね、なんかこう巨石見るとですよね、なんかすげえなとか、なんかやべえなとか思ったりするんですよね、うん、今日もね、うん、なんか思いましたけどね、行ってね、うん、ということでぜひですね、巨石ですよね、はい、今回は法隆寺とか飛鳥とかですよね、ちょっとお参りする企画を7月に企画してるんですけども、はい、飛鳥にもたくさんね、石舞台国をはじめとしてむちゃくちゃあって、ね、うん、で飛鳥ってやっぱりある意味日本の発祥の地というか、うん、あの一番最初の都と言っていいと思うんですね、うんうんうん、なんかあるんじゃないのかなと思ってますね、うん、
はい、ということで今回は中央構造線と2の秘密について迫るということでお届けさせていただきました、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、巨石パワー